Emoji check mark, live online under the game Genshin Impact, the uptime begin. Trapster 6139 is now live. Streaming Genshin Impact, chill Genshin 3-2 Layla when? Finishing this event. YouTube. Discord, 214th stream.手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。
これほど美しき景色を見れば。おのずと旅がした。
お二人との対戦の時がこんなにも早く訪れてしまうとは。ごめんなさい。八重様に認めていただくために、そして私の小説人生のために、あなたたちをここで倒します。気をつけろよな、ソーカさん。こっちだって手加減はしないぞ。やはり天守閣の上品の持つ天賦の才と実力は、私のような凡人が叶うものではないのですね。どうしよう、ソーカさん、かなりショックを受けてるみたいだ。巫女は簡単に言ってたけど、このありさまを見たらきっと怒るよな。おいら心が落ち着かないっていうか、不安すぎる。とりあえず、巫女に謝りに行こうぜ。ポコポコビーニーも誠意を持つんだぞ。まさかポコポコビーニーがあんなに早くソーカさんを脱落させるとは思わなくて。ほう、ソーカはどっぷり落ち込んで、凡人が叶うものではないなどと大げさに言って地面にしゃがみ込んでおるじゃろうな。まったくその通りだ。あいつをよくわかってるんだな。これでよかったんじゃ。ソーカは今回のショックを貴重な糧とし、主人公が成長する過程で受ける挫折を生き生きと描き、読者の心を引っ張る文章を書けることじゃろう。悪役の気迫や素晴らしい決戦過程に関しては、何時らから取材させる必要があった。わらわのような半人前の選手の前に脱落されては困るからの。ご飯をたかるのは今関係ないだろう。巫女、
旅人、パイモン、それに八重お姉さん。レイラ、無理するなよ。いつ気を失うか気が気じゃないぞ。大丈夫。この前正論派の学生に手紙を出したでしょ。そしたら意外と熱烈な反応で、たった数時間後に私の必要な情報の入った手紙を返してきてくれたの。その資料をもとに天天ヨーヨー銃にいろんなものを作ってみたんだけど、食材が間違ってたのか天天ヨーヨー銃はあまり気に入ってくれなくて、その後改良版のリストを作ったの。あ、ポコポコビーニーの好きそうな食材も入れたよ。そのせいで寝るのが夜中過ぎになっちゃったから、今日は少し息がしづらくて。もう結果が出たのか？すごい効率だな。レイラちゃん、そっちの様子はどうじゃ？ちゃんと相手をおもてなしできておるか？うん、八重お姉さんが修行に連れて行ってくれたおかげで、天天ヨーヨー獣も私の言うことをよく聞いてくれるようになったの。反応速度も羨ましくなるくらい早いよ。だけど相手も明らかに強くなっていて、プレッシャーがどんどん大きくなってきてる。準々決勝に入るために天天ヨーヨー獣ともう一度訓練しておきたいんだけど、明日は朝の7時から全能商人のところに行って予定してる食材を全部買わないといけないし。ならば簡単な話じゃ。訓練にはわらわが付き合ってやろう。買い物はわっぱたちに任せればいいのじゃ。何せ使い走りには慣れておる。そうなの？二人はよく八重お姉さんのために働いてるってこと？あ、そうそう、オイラたちのことを怖い悪役にしないでくれ。案ずるでないレイラちゃん。こやつらはついさっきまでソーカを脱落させたことを謝っておったほどじゃ。先に飲み物でも買って休憩してくるがよい。ありがとう、本当に助かります。全能商人との待ち合わせ場所はここだよ。食材リストも書いてあるから受け取って。おう、気にするな。お前もポコポコビーニーの好物を調べてくれたんだし、これくらい当然だ。だから安心して行っていいぞ。前回は深く踏み込むことのできなかった話題、この大会の裏の不安要素についても良い切り口があるやもしれぬ。キノコンを育成する材料がの。これは小説における最も素晴らしい展開の一つ、秘密調査じゃ。わっぱはずっと気になっておったじゃろう。 H 宝珠とフラワーゼリーの魔力がどこから来たのかについて。それにこの大会の裏を突き止めもせず、ハニアーに自分の意思だけで無謀な行動をさせれば、さらに大きな混乱を招くことになるぞ。話が急に複雑になって、オイラついていけないぞ。夜が明ける直前に行動した方がよい。皆が一番疲れている時間帯じゃ。もしかすると、鍵となる手がかりが見つかるやもしれぬ。本当に、ミコの言う通りにするのか？確かにそうだな。それじゃ明日の朝早くからキノコンを育てるところに行ってみようぜ。
オイラたちは大会の安全性を確認してるだけだ。ポコポコビーニーのことを疑ったりは絶対しないから安心しろよ。Be right back.
この同点。同点について。見切りました。雲の行くごと風の行く先を。
るからね。それ。裁きの雷槌。切りました。逃げ道はありません。
これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。それ。見習いレンジャー。今日のパトロールはここに行ってからこっちに曲がる。字が多い。
年とし無事今日の星と新行こう。せい。見切りました。行け。はい。風の赴くままに。と。風。雲の行くごと。逃げ道はありません。風よ。見切りました。みんなを守るからね。と逃げ道はあります。風を知れ。ほれいざ。よこれあんま。はっはっよっは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 っ。スタート。はっ、ふっ、はっ、はっ、よっ。
見切りました。出せよ。逃げ道はありません。相手を間違えた。風の行く先を。よっと。や。のいかつ、見切りました。風よ、行こう。風の流れる方へ。
裁きのイカズ。はありません。てまい。
いざ。それ。いざ。みんなを守るから。見切りました。木の雷。
それそれ。いざ。行こう。足りなく時。